マジカセって知ってるか？知ってるけど何さ？マリサいきなりだね。最近では iPod をはじめとするデジタル音楽プレイヤーやスマートフォンに押され肩身が狭くなっている気もするが、1960年代から少年時代の音楽を支え続けてくれた音楽機器、それがラジカセだ。いろんなテレビ番組を録音して保存してたりしたよねー。録音ボタンにかかってる手に全神経注いで歌だけ取るように頑張ってたよ。そんなラジカセは当時のブームを反映し数々の変化を遂げてきていた。では昭和から平成の名品ラジカセの歴史、ラジカセ登場時から現在までのラジカセを紹介していきたいと思うぜ。猛烈よろしくお願いします。ラジカセとは正式にラジオカセットレコーダーという名前で、一般的にはラジカセとも呼ばれている。コンパクトカセットテープレコーダーテレコにラジオチューナーを内蔵した音響機器のことを言うんだ。ラジカセって略称が便利すぎて正式名称は知らなかったな。ラジカセの歴史ってのはラジオ付きテープレコーダーにまで遡ることができるんだ。日立製作所が1963年にオープンリール式テープレコーダーにトランジスタラジオを搭載した。ベルソーナ TRT398 がトランジスタラジオを組み込んだものとしては国内初の商品である、と言われてはいるんだが、真空管ラジオまでを含めると、1961年かそれ以前からテープレコーダーの複合機として複数社から市販されていたんだ。その後、1967年12月に世界初の2バンドラジオ FM AM 式の松下電器産業原パナソニック製 RQ231 が、1968年5月に国産初の3バンドラジオ FM SW AM 式の愛和製 TPR101 がそれぞれ登場して、1970年代には各家電メーカーが相次いで商品を投入したんだ。 RQ231 の定価は 35,800円、 TPR101 の定価は 25,900円だった。当初はモノラルタイプが主流だったが、同時期に FM 放送が開始されてエアチェックがブームになると、ステレオタイプも開発投入されるようになった。当時はラジカセはどこが一番乗りだと争っていたわけでもなくて、厳密なこれが1号だとの断定は難しいんだ。ただし、この1967、68年頃がラジカセが出始めた時期だということは確かだな。1960年代がラジカセの黎明期なんだね。そうなるな。そして1970年代に入ると、海外の放送局など遠くの電波の受信をする BCL ブームが巻き起こり、ラジカセにも高性能なチューナを搭載した機種も登場するんだ。そしてこの頃からラジカセは当時の少年たちからも人気を集めて、雑誌で特集を組まれたりするようになるんだな。機能もどんどん追加され、オートシャットオフやスリープ機能、ラジオのチューニングスケールが光る、ダイヤルライト、マイクミキシングをはじめ 2way スピーカーやハイポジ録音、テレビ音声受信、ワイヤレスマイクなどかなりの機能がどんどん増えていくんだよ。すごいね、急速に発展していくじゃん。そうなんだよ。1970年代からハイスペック志向になっていってるんだよな。当初はモノラルラジカセが主流であったのが、1970年代後半頃にはよくあるステレオタイプのラジカセが普及し始めて、顧客が高音質化やカセットの選曲に便利さを求めたことから、スピーカーにウーファーとツイーターを備えた 2way4 スピーカータイプが登場したんだよ。最初の頃はステレオラジカセは高価でそんなに売れていなかったから、しばらくはカタログの後ろの方に少し乗っているだけのような状態だったんだ。その後もしばらくはモノラルラジカセと共存しているような状態だったんだが、1977年、ソニーからジルバップこと CF6500 が発売され大ヒットしたんだよ。定価は 65,800円だった。どんどんステレオラジカセは高機能、高音質になっていき、当時の、モノラルラジカセのターゲットだった若者たちも、ステレオラジカセに流れていくことになる。また、低音へのこだわりからウーファーの口径も当初の10センチ程度から15センチ程度に大口径大出力化していき、1978年のメタルテープ登場時にはいち早く対応するなどの高音質化への対応、カセットテープの自動選曲機能やオートリバースなどの便利機能を企業は競って採用していった。これによって必然的に大型多機能化し高級化が進んで、大きな直方体の箱、上部に大きなチューニングスケール、正面左右に大きいステレオのスピーカー、中央にカセットテープドライブ、というスタイルが出来上がったんだ。でもこれだと結構大型のラジカセになるんじゃないの？だがこうしてステレオ化が進んで、当時はこうしたでかいラジカセを肩に担ぐのがファッションのようにまでなってきていたよな。あのラジカセ欲しいやつなんて目で見てたりしてたよな。わかるよ。またウォークマンをはじめとするヘッドホンステレオの人気によって、カセット部分を切り離して携帯できる機種も存在したな。
とはいえ、ラジカセでハイスペックを追求するといっても、スピーカー部、ラジオ部、アンプ部、カセットデッキ部の集合体であるために、コストの制約を受けオーディオコンポなどの単品オーディオの音質よりは明らかに劣ってしまっていたんだ。これは、ラジカセ自身で録音したテープを再生するよりも、コンポのカセットデッキで録音したものを同じラジカセで再生した方が音質が良いってのもあった。ああ、録音の録音ってなっちゃうもんね。でも聞けるだけ良いとは思ってたな。その後も進化していったステレオラジカセは LED レベルメーターやスピーカーを強調したデザインなどどんどん派手になっていくんだ。この時代のラジカセは当時の録音メディアの主役だったテープの機能が強化されていて、メタルテープ録音やドルビー NR、オートリバースなどに加え自動頭出し機能が、上級機になると10曲やら8曲前後まで指定可能なものがついたものが多く存在しているから、ほとんどの機種に外部入力がついているし今現在売ってる、iPod などのデジタルオーディオプレイヤーやパソコンなどをつなぐことができるんだぞ。音質にもパワーのあるものが多く現在でも当時の高級機などは中古でも結構な値段で取引されている。これは海外でもかなりの人気があるものなんだぞ。じゃあ今持ってるスマホとかに映せるってこと？それ早く知りたかったよ。実家にまだカセットあるかな？まあそれは後で実家に連絡して確認してくれや。しかしそんな大型ラジカセも1980年代入ると、早くも次第に次の世代への流れが生まれるんだ。1980年代には一体どんな変化が？その前に、大型ラジカセ全盛期だった1979年に、何気なくデビューしたラジカセがあったんだ。おしゃれなテレココと三洋の MRU4 だ。当時の定価は43,800円。初期のモノラルラジカセから続く REC の愛称を与えられた機種で当時は小型機は、モノラルが多かった時代にミニステレオラジカセとして発売された。当時の有効だったシルバーボディに派手な大型ラジカセから引き継いだ2本の FM アンテナが特徴だぞ。この UFO はベストセラーになっているぞ。そして、この頃にはダブルカセットのラジカセも登場してて、テープからテープへのダビングも可能となった時期でもある。うわぁ、歌番組の音声録音ではお世話になったわ。欲しくてゆすってゆすって買ってもらったやつ。でも大型こそ正義みたいな時代からよく大ヒット飛ばせたね。大ヒットの理由は当時の大型化に耐えられなくなっていた人が多かったからとも言われているぞ。その証拠にその後他メーカーからも類似機種がたくさん発売されて、売れてるからな。MRU4 は MK2、MK3 とモデルチェンジしていって、その後ダブルカセットモデルや CD 搭載機を発売した後現在まで続いているものになる。最初の頃は大型ラジカセの雰囲気を残したごつい感じのものが多かったんだが、だんだんとカラフルでポップなものが増えていくことになるんだ。この時代の機種は上位機はフルロジックカセットに VHF、UHF 音声多重放送受信可能。外部入力などを装備した小さいながらも多機能なものが多いのですが同時に各種機能を省いた廉価機も普及してくる。さらに海外製の安物機もたくさん出てくるので中古でラジカセ入手の際はこの辺にも注意するべきではあるな。また、レベルメーターやテープカウンターはないものが多いようだな。この頃の海外製は粗悪なものも混じってるんだね。そして1980年代には、アメリカでブレイクダンスやヒップホップの流行に伴い、携帯性を度外視した音質さらには大音量を追求したブームボックスが普及したんだ。なおブームボックスとは、その代償に関わらずラジカセ一般を示す単語であるんだぞ。このタイプの日本国内メーカー製大型ラジカセは当時ほとんどが国内生産であり、メイドインジャパンの象徴的存在であったため、1980年代前半の日米貿易摩擦が問題になった際には、アメリカの労働者がハンマーで日本車などと共にラジカセを破壊するパフォーマンスが報道番組で報じられた。時代だね。そしてそういった報道番組なんかの録画方法は、本体に固定式マイクロフォンを内蔵していて、ビデオデッキが家庭に普及する前は、テレビの前にラジカセを置いてテレビの音声のみを録音するのが事実上唯一のテレビ番組の保存方法だったな。ラジカセさんには本当お世話になったよ。録音中には咳も許されなかったね。そういう時に限って咳払いしたくなるんだよな。なんでだろうな？テレビのスピーカー音声を外部入力端子でケーブル接続せず、直接内蔵マイクで録音することから、霊夢の言った通り、録音者及び周囲が静かにしないと他の物音も録音される欠点があった。外部入力端子付きのラジカセでテレビの音を録音すればこの問題はないんだが、マイク入力あるいはライン入力の外部入力端子は当時ほぼ全てのラジカセが備えていたものの、その機能が一般大衆にあまり認識されておらず、接続用コードも普及していなかった。マイク入力を使用する場合にテレビとラジカセを接続すると、
テレビ側スピーカーの音声がキャンセルされるためリアルタイムで放送音声が聞けなくなることなどから、こうした問題が起こっていた。1980年代前半からこうした利用方法に応えるべく、VHF-UHF の TV チューナー搭載機も多く発売された時期なんだ。1980年代で TV チューナーが出てくるんだね。そうだな。そして1980年代後半に移るとあいつが出てくる。あいつ？ CD ラジカセが出てくるんだよ。なるへそ。1982年に CD が発売されオーディオ音楽界に大きな変化をもたらした。12センチという小型で頭出しや早送りもワンタッチのこのメディアはだんだんとそれまでの主役だったレコードに代わり普及していくことになる。そして1984年にソニーから初のポータブルプレイヤー D50 が発売され、これが低価格なこともあり大ヒット。本格的に CD 時代に突入していくことになる。レコードの音質や CD の手軽さが比較された時代でもあったねー。だな。ディスクメディアのオールインワン型音響機器と考えると、アンサンブル型ステレオが小さくなって現代風になったようなものでもあるんだ。最初期はダブルカセットの片方を CD プレイヤーに乗せ替えたような機種も多く見られたが、後にダビングに便利なカセットテープドライブを2台としたモデルでは横長になるなどし、直方体の箱ではないものが増えた。そんな中、ラジカセにも CD プレイヤーを搭載した機種が発売されることになる。ソニーの CFD5 だ。当時流行っていたファッションテレコから派生したスピーカー分離型ラジカセ CFS7000 定価44,800円を、ベースにポータブルプレイヤー D50 を一体化したものだな。その後も各社はファッションテレコをベースにした CD 搭載機を発売するがそこまでの大ヒットにはならなかったな。確かにその頃はまだ普通にラジカセ使ってた記憶あるな。初期の CD ラジカセってのはダブルカセット機の片方のカセットを CD に変えたようなデザインで CD は縦に入れるものがほとんどだったんだ。そんなこんなで CD ラジカセはいまいちパッとしない中、またしてもソニーからある機種が発売された。これが重低音ブームの火付け役となる、初代ドデカホーンソニー CFS-DW60 だ。重低音ブームね、バブルって感じだよ。そう。バブルにラジカセを使ってた人ならご存知であろうドデカホーンだ。当時の定価は59,000円。ファッションテレコをベースに重低音専用スピーカーを搭載したラジカセで、本体が小さなラジカセの弱点だった低音不足を解消した製品であるな。この流行り出してきた重低音ラジカセと登場して間もない、CD ラジカセをくっつけたドデカホーン CD が発売されまたヒットした。このあたりから一旦は小型化に進んだラジカセは再び大型化への道を歩み出していくことになるな。そして時代は平成へってことだね。1980年代後半90年代前半ではラジカセの大型化再び起こり、バブルラジカセが出てくる。ドデカホーンのヒット以来各社は低音を重視した機種を発売し始めていたな。CD も一般家庭に普及して、ラジカセにも CD を搭載したことで、本体の大きさも大きくなりスピーカーなどに使える面積も増え、ラジカセは巨大化していったんだ。70年代後半以降の大型ラジカセブームの時は、左右のスピーカーを大きくしていく機種が多かった中、内部に低音用スピーカーを埋め込み低音を出すスタイルが一般化していっていたな。バブルラジカセ黎明期の機種たちは、ドデカホーン CD 初期の名作 CFD-DW95、CD ラジカセの面影を残すパナソニック RX-FD56 が有名だな。こちらの定価は54,800円だ。どことなく全世代のファッションテレコの面影を残す機種も多く存在した。まだシンセサイザーチューナは一般的じゃなくアナログチューナで液晶も CD の動作のみを表示する小さいものが多いな。ほんと CD で色々変わったんだねー。そして1989年頃になると時はバブル絶頂期。無駄に豪華なものが流行った時代だな。あの時は輝いていたよ。その時に金でも買っとけばよかったなってのが私の心残りだよ。そんな日本が活気に満ちていた時、ラジカセも例に漏れずどんどんと多機能化を進めていっていた。バックライト付きの大型ディスプレイだったり、シンセサイザーチューナをはじめモータードライブのボリュームつまみなどの細かいところにも凝ったギミックが搭載されていった。ふふ。私つまみをいじるの大好きだったよ。その心は？なんか DJ みたいじゃん。ギャグセンス皆無だなお前。そして1990年代はパナソニックのコブラトップが出た時代でもある。定価は64,500円だった。バブル絶頂期の1990年に発売され、以降10年にわたって様々な機種に搭載された。RX-DT9977 がいわゆる元祖コブラトップのことなんだ。形がすごく特徴的だよね、コブラトップ。
そして、バブル崩壊後1995年頃からはカセットの代わりに MD デッキを搭載したものも登場した。もう新しい時代って感じするね。MD プレイヤーで音楽聴きながら街歩いてたりしたな。ああ、MD プレイヤーは私も持ってたな。MD デッキにはカセットが付いていないことから、メーカーでは MD ラジカセとは呼ばず MD システムや MD CD システム、ラジ MD などと呼称していたな。ただし MD デッキとカセットデッキを両搭載した製品もあって、それらについては MD ラジカセと呼ぶこともあったな。また同時にあらゆる機能を搭載したハイスペック機種にする風潮もなくなっていった。AIWA のようにコンポとラジカセを接中した XGE1 のような機種も登場していくことになる。こうやって振り返ってみるとラジカセの進化って結構短い期間でなされたものなんだね。そうだな。10年経てば別のブームって感じだな。MP マンに始まるデジタルオーディオプレイヤーの優勢によって、最もポピュラーな音響機器の座は譲りつつあるものの、iPod との連携が図られたものや、カセットテープ CD MD にバンドラジオの全てを搭載したハイエンドモデルなどが長らく生産されていたが、2010年代には MD を搭載しないものに置き換えられた。MD を使わなくなったもんね。CD は未だにあるけど。昭和から平成の名品ラジカセの歴史を紹介してきたが、いかがだっただろうか。急速に進化していったのが知れたよ。懐かしき良き時代って感じだよ。2000年代後半になると、カセットを搭載せず SD カードスロットを搭載して、SD カードに CD から MP3 録音できる SD CD ラジオや SD カードスロットの他に USB ポート2を搭載し、USB ケーブルを介して USB マスストレージクラス対応の USB メモリに CD から MP3 録音できる、SD USB CD ラジオと呼ばれる機種が出現してくる。まあ今じゃデジタル全盛になってるけどな。でもラジカセで聞きたいって気分の時もあるし、今まで録音してきたカセットをダビングできるのはありがたいよ。青春が蘇ってくる。というわけで実家に帰らせていただきます。カセット探しか。それではゆっくりマリサと。ゆっくり霊夢でやだ。陽気だな霊夢。春の陽気にやられたか？春なのにネガティブな方に捉えないでよ。音楽聴いてたんだ。新しいワイヤレスイヤホン買っちゃったんだ。なるほど。霊夢のそれはアップ、のに似たやつを買ってきたってことだな。なんてこと言うのさマリサ。まあ音楽聴きということで、あの話をするか。あの話？あーあれね。それでは、昭和の名機ヘッドホンステレオの壮大な歴史、について話していきたいと思うぞ。ヘッドホンステレオ、なるほどね、お願いします。それではゆっくりしていってね。ヘッドホンは、コンサートホールのような空間でなく、スピーカーを使ったリスニングルームでもない、ここの人間がそれぞれに音楽を楽しめるという、新しい音楽鑑賞のスタイルを与えてくれた機器だと言えるだろう。だが、それはあくまでもオーディオ機器が用意された自宅など、屋内での話で、外で気軽に音楽を聴くことはできなかったんだ。音楽っていつでも聴けるわけじゃなかったよねー。いつでもどこでも音楽が楽しめるという、カセットテープを電池駆動で再生する小型で軽量な製品である、ウォークマンを生み出したのがソニーだ。1979年に、発売が始まっているウォークマン。当時はソニー製ではなくとも、カセットプレイヤーをはじめとする、携帯音楽プレイヤーのことをウォークマンと呼ぶ人は少なくなかった。ウォークマンはすぐに広く社会に浸透していって、そのファッション性からも当時の若者のライフスタイルを一変させたんだ。ウォークマン初号機である TPS-L2 は、録音機能や内蔵スピーカーを搭載しない再生専用機として、1979年7月に発売されたのが歴史の始まり。カセットテープを入れて、ヘッドホンを接続して聞くスタイルだった。ダウンロードが主流の今となっては懐かしいやり方だよな。カセットテープ自体も懐かしいものになったしねー。この新たな音楽の楽しみ方は、あっという間に若者の心を捉えて、ウォークマンはヘッドホンステレオ市場という、新たなマーケットを作り出したのさ。3年後の1981年には、通常とは逆に、まずデザインが決まり、それに合わせてエンジニアが設計した商品。初代ウォークマンよりさらに軽量化されて、メタルテープ対応し、アンチローリングメカ搭載などの音質重視設計で、爆発的な人気を博した、ウォークマン2が発売されている。1983年10月に発売された WM20 はカセットケースサイズを実現するために伸縮ケースと超扁平薄型モーターを採用していて当時社会現象化した松田聖子を CM に起用しているんだ。わぁ、聖子ちゃんが CM やってるってなってみんなさらに欲しくなっちゃったやつだよねー。宣伝効果は抜群だよな。1985年9月に発売された WM101 ではさらなる薄型化を実現するためにガム型充電式電池を初採用している。
1987年7月に発売された WM501 では、ガム型充電池を本体内蔵型に変更することで、初めてカセットケースサイズを下回ることになるんだな。うおぉ？小さくなっていってる。着々と技術力の進歩が感じられて、何回今となっては感動すらしちゃうね。まあ、カセットウォークマンが一定の売れ行きを見せたことで、1980年代末に普及し始めたばかりの CD に注目するようになるがな。1984年11月に、世界初のポータブル CD プレイヤーである D50 を発売し、改良版の D50 Mark II から、ディスクマンのブランドでプレイヤーを展開したんだ。だが、ここはカセットテープとは異なって、CD では音飛び防止が課題となっていたな。ひどいわ。カセットテープからすぐ CD に乗り換えたのね。ひどい男。ソニーさんを擬人化するな。ソニーは、1992年5月発売の D515 で、他社に先駆けて電子音飛び防止技術の ESP-X 秒音飛びガードを開発し、ESP を搭載したディスクマンを、ディスクマン ESP として差別化して販売したんだ。音飛び防止技術は、歩き出す時とかの突発的な振動とかによって、ピックアップ部の読み出しが失敗して発生する音飛びを、再生中の CD データを先読みしてメモリに記憶して、読み出し失敗時にメモリから読み出すことで音飛びを抑える機能なんだ。うお？音飛びへの執念を感じるわ。まあ、音飛び防止技術搭載の製品に需要があったからな。これが普及していくのは時間の問題だった。以降は改良を重ねていき、1998年1月発売の D700 や D800 にて、連続音飛びキャンセラーが登場。音飛び防止技術が ESP から連続音飛びキャンセラーへ進化するのに合わせて、ブランドもディスクマン ESP から CD ウォークマンへと変更されているんだ。うわぁ、ソニーくんったら完全にカセットのこと忘れてるわ。この男ずっと CD に夢中なのよ。一人トレンディーは楽しいか。ソニーさんはカセットのこと忘れてなんかいないぞ。え、それ、どういうこと？カセットでは、1990年4月発売の WM600 以降、液晶リモコンの採用、頭出し機能や、ホールドシャッターの搭載、スタミナ再生を打ち出していき、1994年7月1日には、ウォークマン15周年記念モデルとして、WMEX-1 を発売する。前機種の WMEX-999 とは、比較にならないほどの先進機能を次々に搭載したことや、使い勝手を考慮したデザイン設計が支持を得たことで、ウォークマンの大ヒット商品となっていた。1990年代は、ウォークマンの最盛期と言えるな。1995年9月10日には、本体とリモコン一体型イヤホン管を、独自のアナログ無線通信によりワイヤレス化した、WMWX-1 を。1997年10月10日に、その後継機種である WMWE-1、WMWE-7 を発売している。人気に乗じて色々発売してるね。1998年10月21日には、リモコン接続端子をマイクロプラグからステレオミニプラグに変更して、連続再生96時間という当時最長を誇った WMEX9 を発売、カセットウォークマンの売れ行きは絶頂期を迎えるんだ。96時間？ビデオの録画時間かな？これ以降は、ポータブル CD、MD プレイヤーや、デジタルオーディオプレイヤー等の台頭。パナソニックやアイワなどの他社が、カセットプレイヤーをエントリーモデル主体へシフトしたことによって、EL バックライト付き液晶リモコン、高速送り出し、低消費電力など、メカ構造が高度で、高価格であったオーディオカセット型のウォークマンは、2000年以降衰退していくことになるんだ。一つの時代の終わりだね。1992年に、MD ウォークマンが発売されて、以降は MD ウォークマンの普及にも、カセットウォークマンと並行して尽力することとなる。日本では2000年頃に、その編集のしやすさから一定のシェアを獲得することができたんだが、ミニディスク自体が、ATRAC という非化学圧縮音源を採用していることから、ATRAC イコール、音質が悪いというイメージを覆すことはできなくてな。アメリカやドイツなどでは普及しなかった。うおぉ？海外勢には不発か。2000年5月には、ネットワーク、CD、MD カセットでブランドを統一、ウォークマンというロゴを採用している。2005年には、フラッシュメモリー HDD 型の名称を、従来のネットワークウォークマンからウォークマンへと変更し、新たにシリーズ別に系統化されるようになったんだ。そして衰退に近づいていくんだ。衰退？2001年以降は、デジタルオーディオプレイヤー、まあスマートフォンを含む携帯電話の世界的な普及に伴って、日本国内市場でも激しい競争にさらされることとなるんだ。ソニーは、デジタルオーディオプレイヤーの開発において先駆者ではあったんだが、ATRAC 対応で MP3 非対応、デジタル著作権管理の煩わしさ、専用アプリケーションの品質問題など、ユーザーの利便性を考慮しない製品の販売が続いたため、後発である Apple コンピューターの iPod、iTunes に市場を奪われることになった。で、出たー。アメリカより日本での方が人気があると噂の Apple さん。Apple もそうだが、スマートフォンの普及もでかいぞ。
あいつら持ってるだけで曲聴けちゃうからな。今サブスク万歳世代だもんね。当時は他にも、NTT フリーダイヤルの、鉄棒をする猫、木登りをする犬など、動物を起用した CM が人気を集めた。中でもこのウォークマンの CM は、名作として大いに話題となった。その評価は世界的で、後にスミソニアン博物館にも保管されたほどなんだぜ。ところで、ウォークマンは、あくまでもソニーの商品名。80年代、多くのライバルメーカーがポータブルヘッドホンステレオを発売し、ソニーに追いつけ追い越せばかりに、熾烈なアピール合戦を繰り広げていた。さて、歴史の彼方に過ぎ去っていった、数々のヘッドホンステレオブランドたちを振り返っていこう。1982年発売の、ナショナルワールドウェイから行こうか。ナショナルはソニーに対抗し、ワールドウェイを発売した。CM に起用されたのは当時、チャコの海岸物語などで若者の支持を集めていた、桑田佳祐だったな。サザンも大人気だったからね、注目度は桁違いだよ。他に同年で発売されていたのは、東芝のウォーキーだ。東芝が取ったのは、AM-FM チューナーパックを、カセット部分に挿入することでラジオも聞けるという、機能面の差別化戦略。ライバルメーカーを意識させる、か、は、い、ソニーというキャッチコピーも話題になったな。ほほう、煽る煽るねー。技術力を誇る日立は、アイデアで勝負していたな。日立のパディスコは、ラジカセの一部が飛び出して、ヘッドホンステレオとして持ち運べるというギミック。さすが技術の日立と言えるだろう。CM で清純な笑顔を振りまいているのは、3年 B 組金八先生で、15歳の母を演じた直後の杉田薫さんが担当していたな。やっぱウォークマンと対抗してるだけあって、CM に出てる人もキャッチーな人だよね。だな。続いて1984年代に行くぞ。東芝ウォーキー1984年版だ。進化して帰ってきた?2年後、シャボンディ諸島で。ウォーキーはカセットテープより小さい、というモダンなデザインに。6色ものカラーバリエーションに加え、驚き桃の木、ウォーキーという、昭和感満載のキャッチコピーも味わい深い。1984年は、シャープノウも発売された年なんだ。こちらはグライコを搭載した製品だ。他の会社はしてなかったことをシャープはやってたんだね。ああ、さすがシャープってやつだ。1985年には、ナショナルはジャンプを発売した。CM には近藤雅彦さんを起用して、機能的には AM-FM ラジオを搭載している。まあ、ここまでやっても、ウォークマンより安いから買うか、くらいで市場を握るには至らなかったんだよな。そんな流れを汲み取って、シャープは1986年に TD を搭載した、ミスタージョイカセ TD を発売している。1989年発売の、パナソニック S タイプでナショナルはバブル期、パナソニックとしてとうとう本気を出した。S タイプでは、当時人気絶頂だったウィンクに加え、ジュンスカイウォーカーズ、パーソンズを CM に起用。ヘッドホンからの音漏れに配慮した、電車ポジションを導入するなど、機能面も充実したものとなっている。あ、私これ持ってた。この時、ウォークマンちょっと高かったもんな。アイワも1989年に、カセットボーイを発売した。これが結構、親しみやすい価格と壊れにくさで人気を集めたんだ。私はこれを買って、通勤がちょっと楽しくなったのを覚えているぞ。産業の MRJJ2 や、東芝の KTVS2 も持ってた人多いんじゃないか?カセットボーイは新興国などでは、ソニーよりも知名度が高かったんだとよ。うお、それすごくない?まあ、アイワは2002年にソニーの完全子会社となって、2008年にはブランドが完全に収束しているから、ネット取引でしかカセットボーイの姿を見ることはできないな。あ、会社自体もうなかったのか。こう見ると、各社めちゃくちゃウォークマンに対抗してて面白いだろ?では、ウォークマンってなぜこんなに注目されたんだろうな。ウォークマンが売れたわけ。それは、音楽を外で聴きたいな、っていう利用者の視点で考えられた商品だったからだと言えるだろう。当時、録音機能が絶対に必要だと思い込んでいたのは、開発をする技術者の方で、多くのユーザーがそれをどうしても欲しいと思っていたわけではなかった。ユーザーは、軽量化したカセットデッキを求めていたんだよ。外でお気に入りの曲を聴いて、気分よく歩きたかったんだ。外で音楽を聴くという用途を徹底して追求して、それを実現するために技術力が駆使されたから、ウォークマンは多くの人に支持される結果となったんだ。求めてたニーズにぴったり合ってたってことなんだね。そうだ。ウォークマン成功の要因はいくつもあるが、その一つはヘッドホンをセットで販売したこと、と言われている。このウォークマンのために、ソニーでは軽量の新型モデル、MDR3 を開発している。従来よりも飛躍的にコンパクトで軽量なボディは、ウォークマンのコンセプトをそのまま具現化するものとなっていたから、1979年の発売から現在まで、ウォークマンシリーズの総売上台数は、2億台を大きく上回っているんだ。うお、日本の人口負けちゃったね。確かにヘッドホンもついてるってのはすぐ聞けていいよね。そうしたことで、ウォークマン並びにライバル製品たちは現代まで愛されてきたんだ。
まあ、今はスマートフォンでこと足りるようになってきたから、市場は少し弱くなってるがな。それでもこっちがいい、って買い求める人がいるのはすごいことだよね。ここまで、昭和の名機ヘッドホンステレオの壮大な歴史を紹介してきたが、いかがだっただろうか。今のデジタル時代の先駆けがあるって感じがしたよ。いろいろ持ってたのも紹介されてて嬉しかったな。あの頃を思い出したか。じゃあそのスマホはいらないな。な、これは私のだから、没収しないでー。それではゆっくりマリサと。ゆっくり霊夢でした。使ってたよな。昔は使ってたねー。音楽再生機器がたくさんあって、選択肢が多い現代だが、ラジカセはもう過去のものになってきている気がするよな。今はもう携帯型が強いからねー。仕方ないところもあるよ。それでは、日本が活気に満ち溢れていたバブリーでは、どんなラジカセがあったのか、昭和の名品、バブルラジカセの全てがすごいを話していくぞ。ヘッドホンしながらゆっくりしていってね。バブルラジカセって何？よ、説明しよう。バブルラジカセとは、実は明確な定義はないんだな。なんだって？主に、1980年代終盤から、1990年代前半に発売されたダブルカセットの CD ラジカセを指すことが多いな。バブルラジカセとは、日本でバブル経済前後に発売されたラジカセの総称であるとも言える。1975年から、1985年ってのは CD がない時代でな。大きくて重いものが人気だった時代だった。その後、コンパクトなダブルラジカセが人気となっていき、1990年頃になって、CD を搭載した豪華なラジカセが出てきた。この CD を搭載したラジカセはバブル経済の象徴として、バブルラジカセと呼ばれるようになったっていう経緯があるんだ。ちなみに、大きくて丸っこい形のものが多い。ラジカセって言ったら、カクカクってしたものを真っ先に想像するんだけど？ドデカホーンとかが出てくるバブルラジカセの頃ってのは、ラジカセのかつての直線的でメカニカルなかっこよさってのが、好まれなかった時代なんだ。カクカクっとしたデザインって、基本的には1980年代中頃、84年から85年ぐらいで終わるんだな。1980年代中頃は、各メーカーともキャドで設計できるようになってるんだ。それまでは平面でしか設計できなかったからな。そっか、設計で形は決まるもんね。元はドラフターで書いていたから、曲線の再現はできていなかったのが、コンピューターの造形で自由にできるようになって、そこで一気に曲線に飛びついたってわけだ。バブルラジカセは、丸っこいのがかっこよかったんだな。逆に、1992年から93年には、UFO みたいな感じの丸っこさになってくんだよな。つるんとした感じになるんだ？ああ、あとエアロダイナミックフォルムとかな。ここまでやるか、というところまで行っちゃう流れが一時期あったんだ。でも、それもやっぱり1992年から94年で行き着いちゃって、その後はベーシックなカクカク方向に回帰していくんだな。へぇ、形だけでもそういう歴史があるんだねー。そう。あとバブルラジカセはその名の通り、日本がバブル経済で浮かれていて相当景気が良く、非常に開発費のかかったラジカセが多いが、現在でも一部のオーディオマニアに絶大な人気がある機種だ。そうか、愛好家がいるんだね。そう、パナソニックで代表的なのがコブラトップだ。松下電器時代に発売されたバブルラジカセだ。コブラトップとは、ラジカセに採用していた、上下開閉型コントロールコンソールであるな。バブル絶頂期の1990年に発売され、以降10年にわたって様々な機種に搭載された。1990年に発売されているから、25年以上前のものになるんだな。バブルがもう25年以上前になるのか。時の流れは早すぎるねー。そしていくらコブラトップといえども、特に、ラジカセに興味がない人にとっては、ただの25年前の古いラジカセじゃん、となるだろう。しかし、コブラトップをはじめとして、バブル期に作られたラジカセはただものではないんだ。な、何やつ？家電だったり、車でもバブル期に作られたものってのは、開発費や素材に惜しみなくコストがかけられている。いい部品、いい設計。これは25年以上経った今でも通用する内容なんだ。な、なんだって？現代に通用するバブルだと？まさしくおったまげーだろ。家電や車などは新しくなるほど、いいものになっていると思われていると思うが、必ずしもそうとは言い切ることはできないんだ。特に、バブル期のラジカセってのは、今現在のラジカセよりもいい音が出たりするんだな。バブル期には、各メーカーが競って新商品を次々と出していたから、豪華絢爛の仕様、時には無駄とも思えるギミックなどもふんだんに使われていて、とても味がある代物となっているんだ。各社がこれでもかというほどの物量や技術をつぎ込んで、高品質で個性的なラジカセがたくさんあったんだな。中には調子に乗りすぎて無駄な機能もたくさんあったが、それも今では笑い話になってるな。音質は、今時の東南アジアや中国で生産する、国内メーカーのミニコンポも上回る性能を誇り、当時、値段もラジカセのくせに10万円を超えるモデルすら存在した、まさにバブリーなラジカセ。
そんな時代をリアルに生きてきた人、今でも現役バリバリで使ってる人、リサイクル店や、果てはゴミ捨て場からバブカセを救出し、再生させることに生きがいを感じるコアユーザー。デフレ世代だけど、バブルラジカセの凄さを知ってハマった人などは、懐かしさを覚えるだろうな。ってことは、コブラトップもギミックの一つなんだね。そう。コブラトップの発展系として、RXDTX5 のシリーズには、マジカルコブラトップと呼ばれる、手をかざすだけで電源が入って、コブラトップが開閉するシステムが搭載されたりしていたんだ。すごくない？自動ドアじゃん。まあ、カーテンの開閉や通り過ぎるだけで誤作動したりするから、なかなか扱いにくいシステムであったんだがな。ああ、体温とかで認識してるわけではなかったんだね。リモコンを手に入れるまで、誤作動しまくりってやつだな。また、RXDTX1 シリーズには、サイバートップと呼ばれる、電動ローディング式のカセットデッキが搭載されていたんだ。特に人気があるラジカセは、RXDT9 でな。現在でも、感動品でリモコンホルダーまで付いたものであれば、某オークションでいい値段で取引されているんだぞ。パナソニックの製品は、ほとんどの機種がスピーカーエッジにウレタンを採用しているために、現在では劣化しているものがほとんどだから、オークションで買う際には気をつけてほしいところだな。ああ、まあ素材をいろいろ詰め込んでたら、そういうことも起きるよね。それでは、愛好家もたまらないであろう、バブルラジカセの機種たちを紹介していくぞ。まずは、パナソニックさんから愛好家。コブラトップのところだね。そうだ。手をかざすと、上部パネルが開くコブラトップという、無駄ハイテク機能を搭載して、話題になったパナソニックだ。元祖コブラトップと呼ばれているのが、1990年発売の RXDT99 だ。定価64,500円だ。パナソニックの特徴でもある、コブラトップを採用した第一世代モデルで、最強と呼ばれる、1989年発売の RXDT9 の後継機でもあり、音質もよく有名な機種だ。こう見ると、1990年から方向性が大きく変わったことが見受けられるな。オーソドックスな CD ラジカセという形から、コブラトップという他社にはない特徴を取り入れて、一新した新世代 CD ラジカセだ。CD メカには、マッシュダックが採用されているんだ。音質は DT9 と比べると、筐体の大きさやウーファーが一回り小さいから、一歩譲る感じとも言える。絶対的な重低音のパワー、音の繊細さの面では DT9 に負けるかな。ただ、音の定位感やまとまりの良さは DT99 の方がいいと思うぜ。どちらがいいかというと、まあ好みの問題だろうな。へぇ、DT9 の後継機だったんだ。それは知らなかったな。バブルラジカセらしく、バブリーに機能を盛りだくさんにしてるんだ。1年後の1991年に発売されたのが、RXDT909 だ。音質は1世代前の DT99 の方がいいという話はあるにはあるが、このモデルでも、ラジカセとしては非常にクオリティの高い音質を誇っているんだ。機能面では、ダブルカセットがメタル、ハイポジテープ対応、ドルビーノイズリダクション対応している。XSDS、重低音増強機能は、10段階。テクノサラウンド機能、スペクトラムアナライザー。グラフィックイコライザー、プリセット4種類のほか、ユーザー設定可能、外部入力端子。CD 出力端子、音声時計、2way 高音質スピーカーってなところだろう。ラジカセとしては至れり尽くせりで、どちらかというと、ミニコンポに近い性能になっている。いわば、持ち運び可能なミニコンポってなところだ。RXDT707 と RXDT909 の違いは、一言でグレードの違いだ。一般的に、パナソニックに限らず数字が大きい方がグレードが高くなるんだよ。へぇ、じゃあ9が最強ってことなんだ。はは、まあそうなるな。1993年発売の RXDT9575 は、手をかざすと開くというマジカルコブラトップ機能を搭載している。すごい遊び心満載って感じだねー。お次はソニーさんに行くか。イエーイ、ドデカホーンの大将。そうそう。初代ドデカホーンは1986年、CFSW60 だ。ラジカセは1970年代末に、産業がオシャレなテレコ UFO を発売して以来、女性向けで鮮やかなカラーと、キュートなデザインの製品が主流だったが、1980年代に CD の登場で、より高音質のラジカセが求められるようになる。その答えの一つとして、従来のものより重低音を出せるラジカセが誕生した。それがソニーのドデカホーンなんだよ。そして CFD700。1989年発売で、定価は59,800円。ドデカホーン CD 最後の上級シリーズだ。型番も従来の CFDDW から CFD に変わって、新しい時代へと前進したドデカホーンだな。まさにバブル時代のラジカセって感じだね。まず驚くのが、天板のボタンやスイッチの数だろうな。バブルラジカセでもトップクラスの量だと思う。電波が悪くなるとノイズが増えるのではなくて、音量が下がるんだ。だから、ラジカセから離れると音が小さくなるんだ。
その代わりノイズは少ないから、よくできているのかもしれないな。昭和にしてはやるじゃん。バブリーなお金の結晶だからな。反対に CFD 系点は、バブルラジカセ全盛の頃に、シンプルな構成で、机の上に置いていても違和感のないデザインで。しかし、音質はこだわっているといったコンセプトの、初代プレッシュだ。ソニーはドデカホーンの機能、ボタンてんこ盛りの機種がある中で、その後、初代ソナホークが登場する前に発売されたものなんだ。バブルラジカセの形や機能などが、変化を遂げている時代にあった一台と言えるな。そっか、ソナホークシリーズもあるんだ。当然だ。長年続いたドデカホーン。その後に出たソナホークとして重低音はそのままに、ジャイロステージで本体を動かすというかっこいいやつだ。ZS7 の大きな特徴は、電動スタンドのジャイロステージ。自分の方へ向かって、ソナホークを動かすことができるのだ。左右だけじゃなく、上下にも動かせる。まあ、実用性はともかく、動かすこと自体が楽しいのだな。また、幅 480mm という、コンパクトボディをアピールしているんだぞ。同じカタログに載っている、ドデカホーン CFD500 の幅は、640mm だ。確かに、ググッと凝縮されたデザインだね。プレッシュ CFD K10 なんかも、幅 480mm なんだが、こちらはシングルカセットで、ZS7 はダブルカセットなんだ。定価は69,800円。ダブルカセット、いい響きだね。だろう？そして ZS5、定価は54,800円。サイズ、重さは ZS7 と一緒なんだ。だが、こちらにはソナホークの一番の特徴である、ジャイロステージがついてないのさ。動かすためには、別売の電動スタンドを購入する必要があったんだな。それならセブンの方が良くない？まあ、動かなくたっていいやって人がこちらを買ったんだろうよ。この別売の電動スタンド、ソナホーク以外のラジカセにも取り付けられたらよかったのにな。確かに選択肢は増えるよねー。次はシャープだ。シャープはセグノなどのブランドを展開していた。ヤマハが開発した、アクティブサーボテクノロジーを搭載した機種もあったりしたな。一部機種は東芝、音企業などに OEM 供給されていた背景もあるんだ。じゃあ、あんまりバブルラジカセを販売してなかったんだ？いや、違うぞ。FX1000。こちらはセグノシリーズで、型番も QT から FX に変わり、またタッチパネル操作のモデルという、他社にはない機能で差別化が図られている。スピーカー部と操作部が前面にあり、CD トレイはローディング式。デッキ部は筐体前面に配置されていて、一見、現在の Bluetooth オーディオ機器にも通じるデザインだと私は思うな。ファンクションを切り替えるごとに、タッチパネルの操作画面が変わって、初心者でも使いやすいように工夫されている。また、アクティブサーボテクノロジーによって音質も上品なもので、聞いていて疲れるというのはないな。この頃のラジカセだと、単にスピーカーから音が鳴るだけというよりも、筐体を中心とした空間でどのように聞かせるか、というのが考えられているデザインだ。QT50CD は、デジターボのシリーズでも80、60、50の中のボトムラインにあるもので、カセットがガチャメカである点や、シンセチューナーではないなど、デジターボ全体においても惜しいところはあるが、重低音がすごいところだ。筐体からズンズンなっている感じというか、わかりやすい音といった感じだな。これで普段聴いている曲も違った雰囲気に聞こえてきて、新たな発見がある機種だ。へえ、音がそんなにいいんだ。オークションで一回競り落としてみるのもありだと思うぞ。いろいろあるみたいだからな。次に行こうか。ビクター製品だな。CD アンシリーズ。1987年に発売されて、1988年まで販売されていた CD インシリーズの、事実上の後継のシリーズであり、全機種ダビングのできるダブルカセットデッキを搭載しており、多くの機種で、G-Hone EX と呼ばれるサブウーハーを搭載しているのが特徴なんだ。ダビングが出たー。また、ビクターにとっては初の本格的な CD ラジカセの発売であったから、その後の同社の CD ラジカセの原型となったモデルが多いのも、特徴の一つであるな。CD インシリーズは、一部の部品に他社製のものを流用していたため、完全な自社設計ではなかったんだ。1990年には、CD アンシリーズの後継として、CDOS シリーズが発表されているぞ。RCX90 は、流行しつつあった、のっぺりしたデザインへの兆しが見えるデザインとなっている。併売時の価格は、RCX90 が 87,800円、RCX9 が 86,800円だ。両者、機能的にはほぼ同じだが、カセットデッキ部分が RX9 はパナソニック製、RX90 の方はビクター自社製なんだよ。一つの企業のパーツだけで全部できてるわけじゃないんだねー。次は東芝だ。オーレックスブランドや、CD ワークスブランドを販売していたな。CD ワークス、RTCDW88X とかは、東芝が当時オーレックスブランドで発売した、高性能なモデルなんだ。販売台数が少なく、現代のオークションでもなかなか見かけない非常にレアな機種だ。デザインも他メーカーにはない独特な雰囲気があり、特徴は重低音機能 XLS、
3バンドイコライザー、ダブルコーンスピーカー、電動トレイ式 CD プレイヤー、ミュージックカレンダー付き液晶ディスプレイ、ダブルオートリバースデッキ、自動選曲機能 MQSS、ドルビーノイズリダクションを搭載していることだな。すごい盛りだくさん、バブリーだねー。オーレックスの CD ラジカセである RT-CD-W700 は、ブランドこそは東芝のオーレックスだが、シャープの QT-88CD の OEM 機だ。本家は1990年登場なので、本機もその頃だな。他にも、日立ローディの CX60W が存在しており、こいつらは3兄弟になる。軽自動車みたいなことがラジカセでも起きてるんだね。産業に行くか。PHPR900。1991年発売、定価は5万7000円だ。ズシーンシリーズで名を馳せた、産業渾身のラジカセだ。CD トレイや操作ボタンは蓋の中に収まっており、自動でそれが開閉されるというギミックがこのラジカセの特徴だ。また、コンパクトながらも音は良く、産業のラジカセの中でもシンプルな丸っこいデザインだな。PHPR30 まで行くと、コストカットの影響で産業ならではのズシーンホーンは搭載されてなかったりする。低音ブーストボタンのみで、音質は低音高音のバランス調整、さらに CD はランダムプレイなし、トラックナンバー19までしか表示できなかったりな。ラジカセで知る日本経済じゃん。お次はケンウッド。おーアローラ。アローラ、ってポケモン。アローラだよ。9番シリーズは、3 way スピーカー、CD プレイヤー、ダブルカセットデッキ、プロセッサー、チューナーカッコ、AM、FM、VHF、UHF、アンプの4ボックス構成カッコ、XE9 のみ、プロセッサープリアンプ、チューナーパワーアンプ、アローラでは最上位に位置するプレステージモデルだ。標準で3 way スピーカーが搭載されており、CD プレイヤー部は、後述の MD レコーダー DMF70 とのデジタル接続に対応している。XF シリーズ以降は、7番シリーズに統合されている。9だから強いってことね。ああ、XA9 は、1990年発売で、定価16万9800円だ。たっか？今の iPad じゃん。これは9番シリーズの初代だ。CD の周波数を自動的にサンプリングしてから、周波数ごとに音質等を細かく調整し、CD ごとに最高の音楽性を引き出す、AI グライコ、かっこ AI オートを搭載。CD からカセットへの録音を自動で最適化する、CCRS 機能により、録音環境も整っていたんだ。3 way スピーカー、27バンドスペアな表示対応の、15バンドグラフィックイコライザーを搭載してある。フルロジックオートリバースカセットデッキ部は、ドルビー B&C、ドルビー HX プロ搭載だ。バブルラジカセらしく、盛りだくさんだね。7番シリーズの方は、97番シリーズはアローラのスタンダードモデルに当たるんだが、XF シリーズ以降の、新7番シリーズは9番シリーズの後継に当たる、最上位のプレステージモデルとして位置づけられ、各スピーカー、各デッキの型番も改版となっているんだよ。全機種共通で、スピーカー、CD プレイヤー、カッコ 6CD チェンジャー、ダブルカセットデッキ、または MD デッキ、チューナー、アンプの4ボックス構成。本体の横幅サイズも全機種共通であるが、ニューアローラの機種より、旧アローラ機種から縦幅サイズが若干高めに変更されているんだ。すごい、セブンでも強くなるように考えられてる。お次はアイワだ。お値段的に、お世話になった人が多かったんじゃないだろうか。シトラッサーシリーズなんか有名だよな。アイワのシトラッサーシリーズの最上位機種である SR8。大きなフルレンジスピーカーにツイータが付き、デザイン的にも当時の他メーカーに見られた丸っこくなってきているものに比べて、カクカクしながらも洗練された堂々としたデザインだ。音も評判通り、少し聞いただけでもこれはいいと思えるレベルのものに整えられている。ボタン類も必要な機能でうまくまとめてあり、イコライザーは付いていないが、音の調整も取りやすく使いやすいラジカセだった。お値段お安めでも考えられてるんだね。ここで出てきてない技術力の日立は、主に他社からの OEM 供給品を販売していたりしていたな。ヤマハはラジカセは作っていなかったものの、重低音再生技術のアクティブサーボテクノロジーを開発し、一部のメーカーがラジカセとして採用していたんだ。すごい。当時の技術力の結晶がバブルラジカセなんだね。ここまで、昭和の名品バブルラジカセの全てがすごいを紹介してきたが、いかがだっただろうか。まさに群雄割拠って感じだね。各社のやれることをふんだんに使ってみました。っていうのが楽しいなと思ったよ。音質も気になっちゃう。ならちょっくらオークションしてみるか。それではゆっくりマリサと。ゆっくり霊夢でした。